皆さんこんばんは。いえ、こんにちはですね。今は、おはようございます。なんでこんにちはで言ったのにおはようございますか分かりませんが、今日もお昼のトレンドチェック、急上昇ワードのトレンドチェックをしていきたいと思います。お暇ならお付き合いください。ぜひね、チャンネル登録、コメントとか、ありましたらね、こんな、情報を取り上げてほしいとかありましたら、コメントいただければと思います。では早速ですが Google トレンドいきましょう。 COVID-19 感染対策ということで、ブラジル大統領、トロピカルトランプですね。ブラジル大統領、国内からの反応はアメリカに次いで2位ですね、今、ブラジルが。で、会見でマスクを外すとか、ただの風邪とか言ってたんですけど、コロナにかかってしまったと。で、もう治ったのかな、完治というか、復活したのかな。これでなんか支持率が 40% を下らないらしいですね。なんでか分かんないけど、その死んでるって言っちゃいかんけど、亡くなった方もたくさんいらっしゃると思うのにね。まあこの方も自分かかったから分かるでしょう、多分ある程度、まあ、その後だいぶおとなしいですからね。あとレバノン、これね、レバノンの首都ですよ、ベイルートの港で4日大規模な爆発があった。これすごいですよ。爆発の映像見ました。あのね、もう大変、ちょっとびっくりするね、やっぱあれは。すごい、もう遠くの街でも爆発音が聞こえて、もう死者の方もだいぶ増えて、負傷者3600人。いやー、これはね、本当に事故なのかっていうとこなんですけど、まあ事故じゃないっぽいですよね。結構大きな範囲で爆発されたと。まあ早く、まあ片付いてほしいですけどね。その原因とかね、そういったことですよ。もうこれはね、ちょっと本当にもうこういう状況の中で、そのコロナとかねある中で、こういうことって本当起こってほしくないよね。災害もそうですけどさ、まあちょっと本当、無事な方は無事で助かってほしいなと思いますけど。そして続きまして、令和のオカルト荒稼ぎ、予言ビジネスの世界、豊島園の世界、なんかマツコの知らない世界で、豊島園が紹介されたのかな。予言ビジネスの世界、豊島園の世界、2つ放送されたみたいなんですけど、ビッグマネーを生み出しているオカルトビジネスがある、オカルトの研究、これね、クレイジージャーニーとかで僕見てた時はね、すごいオカルトの回も面白くてすごい見てたんですけど、UFO 心霊映像、未確認生物を開始、予言ビジネスですって。コロナ禍の不安が蔓延している世の中だからそう、 SNS で予言者が急増。まあ確かにね、まあ僕も予言者の一人ですからね。僕のちょっとね、まあ確かに見てほしい、昔のライブ配信とか、今1月の後半ぐらいからライブ配信やってますけど、ちょこちょこね、バリの方で、ほとんど当たってるから、日本の当たってるっていうかね、残念ながらその通りになってしまっているっていうのかな。
なんでちょっと見ていただければと思いますけど、まあ、ノストラダマス、マヤ、ファティマ、ファティマ初めて聞いたな、世界三大預言者の儲かりに迫ると、また預言ビジネス、儲かりの法則、そして豊島園、8月いっぱいで閉園。そうなんですよね、閉まっちゃうんですよね。大正15年からやってたんですって、94年間もうあと6年で100年ってとこなんですけどね、まあまあなんともね言えないですけど、まあ流れるプール、ナイトプール、スキー場などアイデア満載の遊園地としても有名だったと。木造メリーゴーランドなど懐かしいアトラクション、貴重な映像ともに振り返りながら放送されたそうです。されるのかな、昨日やってたか、8月4日。そうだよね、マツコの知らない世界だから。まあね、これ豊島園、僕はね一回行ったかな、昔練馬区ですよね確かね、っていうとこ、なんかね特にそんな大きな思い出もなく終わってしまったなという感じがしますね。まあでもまあ閉園ということで、まあ、残念ですが、まあ、しょうがないねこういうのね、時代の流れだから、続きまして、アップル新型27インチ iMac は地味に見えて着実な進化を遂げている。まああんまり見た目が変わんないんですよね、これアップル iMac ね、 iPad Pro のデザインになる、薄くなるって言われたんですけど、今回も従来と同じ筐体のままで、一見すると地味なアップデートだが、いろいろパフォーマンスが向上している、 SSD の採用などね、まあスピードも上がってるんでしょうね、強化されたグラフィック、グラフィックは大体毎回強化されるね。 T2 チップがもたらす進化、画質の向上ね、これね、金額、お気になるお金額なんですけども、 SSD が採用された 21.5 マイマックは12万800円、27インチは19万5000円ぐらい、もう注文できるそうですね。 iMac で10コアの、Core i9 を選べるようになったことで、 Apple は iMac Pro の標準モデルにも同プロセッサーを採用したと。もうこれね55万9000円ぐらいするらしいですね。まあ高いの100万超えますからね、まあ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 いいの欲しいよね。僕とかも動画をやる人間で編集とか仕事でもありますんで、ぜひ欲しいところでありますが、まあ仕事がなきゃやだね。さあ、Uber Eats が宅配に定額制を導入するそうです。月980円ですって。いやーすごいね、やっぱ定額なんだね時代は。もうまあ携帯始まった頃から定額は言われてましたけど、まあ、ここまでとはっていうね。そして僕が今日気になるニュースは昨日の話なんですけども、うがい薬ですね、吉村さんが発表してましたけど、まあ口悪くなっちゃいますけど、あいつアホかと思いますよねやっぱり。まず僕が最初に思ったのは、イソジンとかねうがい薬で使えない人もいるから、僕甲状腺が悪いんですけど、甲状腺の人まず用途使えないから、だから甲状腺って今女性が多いんですけど、10人に1人糖尿病と同じぐらい、まあ、糖尿病もあんま良くないんじゃないかなぐらいの人が甲状腺だろうが悪いだろうって言われてるんですよ。そんな中でね、陽動だなんだかんだっつって言ってますけどさ、まあそれはしょうがないとして、まあ一応一般の何も悪くない使える人の方が多いからね。で1日5回やったら結果出たって言ってたんですよ。1日5回ですよ、うがい、そんなんね、
イソジン1日5回やってたら喉にいいの分かるでしょ、何の発表もせんでもっていうね。だからね、あ、俺この人ってアホなんだなと思いましたよ、ほんと。なんかそれをね、なんか発表する場で、ね、なんかわけわからない嘘みたいな話を言うみたいですがとか言ってたけどさ、あ、もうちょっと脳みそ足りんなっていうね感じありましたね。兄弟の方があまり期待しない方がいいって発表してるわけですよ。これでネットで転売とか言ってますけどさ、転売する方も転売する方だし、そんな儲かんないから、イソジンやったってマスクとかで懲りたでしょ、次亜塩素酸水とかで。もうやめときなよ、そのこのいち早く食いつくみたいな感じ。こいつアホなの分かるでしょ、吉村さんも。こんなんね、まかり通らないですから。まあまあまあ、それはそれとして、いいんですけど、おいで吉村さんがね、今日ねツイッターかなんかでコメントしてるんですって。もう気にしないって、ネットで荒れてますけど気にしまっていませんみたいな。いや気にしろや。あのね、こう世界の情勢ってね、国民の声って今や SNS で届くんですよ。みんなでこう集めてね、 SNS でそれを見てもらって、政策が変わったりしてるわけですよ。それをね全く気にしないとか言っちゃうこの人、もうね、もう政治やってる方ってみんなダメになっちゃいますよ、ほんとこういうの。だからそのちょっともうね、考えてほしい、ちゃんと。じゃないとこういう羽目になりますよ、アホ晒す羽目になりますね。これはね、僕が今日一番気になりました。あとは石田純一さん、美女お持ち帰りほど、これいいわね。米津、サブス、ん、なんだっけ、なんかアルバムを定額制に公開するんですよね、確か 全曲を。まあこの方もネットで人気が出た人なんで、ネットに恩返しするって感じですかね。まあジャスティン・ビーバーとかもそうですよね。まあ YouTube で人気出たからピコ太郎とかね紹介してネットで恩返ししてるっていう感はありますよね。あ、地震だって、小規模地震。あ、ネットが固まっちゃったかな。小規模、どこだこれ、鹿児島だ、震度1。今日の朝10時半。まあちょっとね、こういうの、まああと熱中症とかね、まあいろいろ注意してください皆さん。体に注意しながら、ビフォーコロナですよ。アフターコロナとかさ、ウィズコロナとか言ってるけどさ、まあ僕は本当にウィズしたくないので、コロナなんかと、ビフォーコロナ、僕のアフターコロナはビフォーコロナでが目標だということでやっていきますんでって、まあ、それこそ石田純一の美女を持ち帰りぐらい関係ない話になってしまいましたが、そういうことをね気にしながら僕はやっていこうと思います。まあ皆さんどうでしょうか。ね、ぜひ体に気をつけてね、今まで通りの生活ができれば一番いいですよね。それがなんかアンチウイルスとかさ、ワクチンとかさ、できたらいいななんて言うんだけど、まあ、実際SARS のワクチンもね、まだできてない、まあ収束したっていうのもありますけど、できてないっていうのがあるじゃないですか。なのでまあそこを当てにせず、うつらないようにして、まあもちろんうがいして手洗いして、でもう僕はね、これ本当医者の発表とかじゃないですよ、僕の勝手な思いなんですけど、
今までのコロナの話とか聞いてるとやっぱ近くで喋るとか唾が飛ぶとかそのまあ触ったものとかねっていうのでコロナになる、まあ、風邪とかねそういったものと移り方は一緒じゃないですか。だからそれをすごく注意すればまあなんとかね、風邪の時はねそんな死ぬとか死なないとかいう話じゃなかったからみんなそんなに注意 してなかったですよね。ね、僕も実際あの手も洗ってないしうがいもしてなかったからおトイレ行ったら洗ってましたよ。あとね男でねおトイレ行っても手洗うやつ多いからちゃんと洗っておいで手洗ってやってましたけどさ、うん、そういうのがちゃんとやるようになったからうつらなくなってくるといいよねみたいなとこで、今日の動画は終わらせていただきます。まあちょっと僕はチャンネルでやりたいことばっかやってて統一感はないですけどもぜひ登録していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。お付き合いありがとうございました。また、動画見てください。失礼します。